大丈夫、拾えてますかね今めっちゃこもってますけどね。でもギュイーンなってたんだよ。なってた、すごい、ね、すぐ引き取って もう普段からバチバチです。もう本当に仲悪いです。もしかしたらめっちゃいい風にまとまりそうだったよ。龍ヶ峰三河大学の橋本翔平です。本日はよろしくお願いします。いやもう数億年ぶりのちょっと囲み取材ですのでちょっと今回正直あるとは思ってなかったのでなんか嬉しいなと思いつつなんかまた昔の演劇な形に戻ってきたのが本当に嬉しく思っております。そうですね、まあ明日から初日を迎えるわけですが、まあこの作品は本当は、去年に、公演しているはずの作品が、まあ、中止になって1年越しのリベンジということで、今の時期に演習法則のショーをやらせていただけるのですが、まあ、まずリベンジできることのありがたみっていうのは本当にすごい、痛感しておりまして、で、まあ、去年中止になってからももう必ずみんなでやろう、絶対公演しようっていう、 もう強い意志のもと、まあ、この1年間過ごしてきて、でそれがようやくもう目の前まで来て今、まあ、ひとまずホッとしております。まあ、でもまだこれから初日明けて、皆様にどん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 お届けしていきたいと思っておりますので、最後まで気を引き締めて、全力で挑ませていただきたいと思います。続きまして、木田正夫役の杉江大志です。今日は本当にありがとうございます。率直にもうやっとだなっていう気持ちがすごく強くて、ここまで来れたことにすごく感動してるんですけども、個人的に一度中止になった作品が、にこうやってリベンジできるっていうのが多分この作品が初めてじゃないかなと、思いますので、めげずに作り上げてくださった制作 の皆さんに、心から感謝してますし、その思いも一緒に背負って舞台に立ちたいなと思ってますし、今のこのご時世にね、何ですかね、こう中止になったものをにリベンジすることで、僕たちなりに精一杯抗っていけたらなと思っておりますので、心待ちにしてくださってた皆さんのファンの皆さんにも、そうですね、いろんな媒体さんで取材してもらった時に言ってるんですけども、全力でハードルを上げてくださいって言ってます。それを悠々超える作品が仕上がったんじゃないかなと思っておりますので楽しみにしててください。はい、続いて園原アンリ役の福島です。はい、園原アンリ役の福島です。いろんな意味で今回はすごいドキドキしてるんですけど、ちゃんと最後まで一生懸命走り抜けれるように頑張りたいと思ってます。早く皆さんにお会いしたいです。以上です。続いて岸谷慎太役、安西慎太郎さんにお願いします。はい、岸谷慎太役の安西慎太郎です。皆様本日は、お集まりいただきありがとうございます。まあ、とにかく、誰一人欠けることなく最後まで走り抜けられることが一つ、そしてもう一つがやっぱりこのデュラララという原作を、デュラララという、原作の魅力を、舞台を通してしっかりと、伝えていきたいですし、伝えられる、稽古と仲間たちがいるので、そこを信じてしっかり最後まで届けられたらなと思っております。以上です。続いてセルティストロールさん役、佐野夏美さん。セルティストルソン役の三月です。全然喋るじゃん。喋ります。まあ、去年できなかったので本当に楽しみにしていた舞台がなくなっちゃってショックで、本当に1年ぶりにみんなで集まれてこういう作品をできるってことがすごい嬉しく思います。大阪の千秋楽まで誰一人欠けることなくみんなで頑張っていきたいなと思います。お願いします。これ大丈夫、拾えてますかね今。めっちゃこもってますけどね。でもギュイーンなってたんだよ。なってた、すごい、ね、すぐ引き取ってもう。続きまして、平和島静岡役今里さんです。はい、平和島静岡役今里です。そうですね、本当にみんな言ってくれましたけどやっとだな、
もうここまで来るのになんかもうどれぐらい経ったんでしょうねっていう感じで、あの待ちに待った公演なんですけど、ちょっと場当たりをやってみて、本当になんか日本青年館の地にちょっと池袋がガーンと登場してるっていうか、なんか場当たりしてみて稽古とはまた違ったような色合いとか見れたんで、自信を持って皆さんに届けることができるなっていう気持ちでいっぱいです。まあそうですね、まあ、こういう時期で自分がこういうのもおこがましいかもしれないんですけど、まあ少しでもね、まあ勇気をみんなに与えられたりしたらいいなと思いますし、まあ、見に来れない方も たくさんねいらっしゃると思うんですけど、まあ配信もありますんで、まあそこもしっかりチェックして僕たちの熱量が伝わるようにカンパニー一同頑張るんで、ぜひチェックしてください。以上です。ありがとうございます。はい、最後に折原伊沢役犬弘樹さん。はい、折原伊沢役犬弘樹です、皆様本日はお越しくださりありがとうございました、僕は、今作からの参加ということで、あの前作あの、まあ、泣く泣く中止にしてしまったみんなの思い、そしてお客様の前で結構ひしひしとあの、まあ、直接であったり SNS を通して、自分に伝わってきているので、まあ今回は自分が立たせていただきますけども、その責任感を持って、そして1年間、待ってくださっていたお客様のために、全てを捧げたいと思うのと同時に、池袋のトラブルシューターだった人間が次池袋のトラブルメーカーになるということで、あのいつまでも池袋から出れないなという感じでやっていきます。よろしくお願いします。なるほど、うまいね。ああ、もうみんなに決めるからね。まあね、まあそうね、まあでも誰かにっていうことで選ぶ。じゃあ選ぶ、選んでいいですか。あのじゃあ佐野さんに金メダル。はい。暑い中ありがとう。風を一切通しません。あの一番徹底してます。はい、そうですね。はい、完成。引っ越してほしいところいっぱいありますよね。いっぱいあるね。いっぱいあるね。ですか。マジで。いや、振らないと喋んないから。いやいや、あでもなんだろうな。でもやっぱりその原作もなので、それぞれの役者がそれぞれのキャラクターを演じているので、そのまあある種のその再現度というかは一つ魅力的だなと思いますし、僕個人的にはセルティとの絡みはやっぱり本当にセルティの愛への愛っていうところ本当にもう90何パー占めてるところだと思うんで、僕個人的な役としてはセルティの愛への表現の仕方を見ていただけたら嬉しいなと思ってます。じゃあ犬ちゃん。そうですね、高いところから飛びます。高いところから飛んだり、まあここね喧嘩しますんで、静岡とも、はい、もう普段からバチバチです。もう本当に仲悪いです。よろしくお願いします。語弊があるよ。はい、ですね、いよいよ、舞台デュラララ演習法則のショーが、明日より公開いたします。あの本当に、まあ、この1年待っててくださった方たちの声っていうのは、まあ、僕たちにも届いておりまして、まあ、そのお声が僕たちの原動力というか、なんか絶対に届けるいい作品を届けるぞっていうなんか力の源でもありました。でようやく本当に皆様のもとにお届けできるのがあの嬉しいですし、まあ、僕たちも安全にとにかく日々を気をつけながらあの皆様にお届けしたいと思っております。まあ、今なかなか非日常的なことってなんかできない世の中だと思うんですよ。なんかどっか行ったりとか結構難しい中で、この演劇っていうのはまあ身近なあの非日常だと思っており、その皆様の非日常を守るじゃないですけど、なんか非日常のために頑張ってる日常のためにめっちゃ難しくなった。めっちゃいい風にまとまりそうだった。そう、あの、まあ、その非日常を求めて頑張ってる日常あるじゃないですか、うん、はい、だからその日常を頑張ってる皆様のためにも、うん、あのとにかく全力でお届けしたいと思っておりますので、
ぜひお楽しみにしていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。取材会終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。